わ、すごい、めっちゃ来てくれてた。こんにちは。やっほー。頑張ります。今日から。<laughs> 今日から頑張ります。おお、ですね。今日は。お誕生日と。<laughs> まだないよな。お誕生日まだないよな。<laughs> お誕生日はまだ。あと。 七時間後ぐらいあんねん。え、待ってありがとう。レインボースター、嬉しい。そう、今日は珍しめな可愛い,いお洋服着てるので。え、待ってタクゾーさんいっぱいありがとう。嬉しい。バイ。ありがとうございます。こんにちは。<laughs> こんにちは、ありがとうございます。そう、今日はね、あの変な時間に。 寝ちゃったからめっちゃ目覚めが早かったねえ待ってレインボースターめっちゃえ待ってありがとう嬉しい <laughs> えびっくりした失礼しますありがとうございます助かりますその1 0 0がた私の希望になります <laughs> ありがとうございます <laughs> ありがとう, <laughs> がとう嬉しい花火もありがとう待って <laughs> タムちゃんねタムちゃんがタワーくれた待って待ってえねちょっとさこれお礼はさあのお礼配信の時にすんねえタムちゃん待ってタワーありがとう嬉しい嬉しいありがとうタワーだなんて <laughs> ありがとうあクラッカーもありがとうございますえ嬉しいめっちゃえめっちゃ嬉しい 今日はねここにも書いてるんですけどひままたぎ配信しますそう人生で初めてのひまたぎ配信どうしようひまたぎ配信私できるかな <laughs> なんかクレームとかこんかな深夜にワイワイ騒いじゃってそれがすごい心配ですね私 <laughs> 心配なんですけどまあおそらく大丈夫でしょう ねえありがとう嬉しいそんなこと言ってくれて <laughs> タワーが来たわったじゃるとえうんいいと思う <laughs> うんうんいいと思いますようん20点ぐらいじゃない <laughs> こんにちはありがとうございますわ、まあ、どんぶらこありがとう あ、こんにちはえなんかめっちゃいっぱい来てくれるんやけどみんなお仕事じゃないんですかえいっぱい花火もありがとうめっちゃ打ち上げてくれてる何か花火大好き <laughs> 今日めっちゃかわい,いほんまに嘘ありがとうえ待ってえありがとうケーキもらった今誕生日もらったねまだなんやけどねみんなさ誕生日来てから祝って <laughs> 嬉しいけど。 待待って待ってて私の誕生日はあと7時間後違う6時間後なのでえ7時間後です <laughs> だからちょっと待ってくださいまだよあのおめでとうって言わんといて <laughs> あフォローもしてくれたありがとうございます夜見れないからあそういうことかえー、ありがとう嬉しいじゃ早めのってことですねあの一瞬の花火のフラゲと一緒ですね 今日はフラゲ日ですよ皆さんえそう思うかもう21歳になっちゃうんです <laughs> こんな見た目で21歳になっちゃうんですけど <laughs> まあ21歳も私らしく頑張ります <laughs> こんばんはあじゃあこんにちはだって今日がさ20歳最後の日やでやばくないちょっと怯えてますケーキ食べた食べてないんです でもなんかねケーキ買いに行こうかなってき思ったんですけどなんかねやっぱ太りたくないから <laughs> 太りたくないなーって思ったんやけどでもケーキ買いたいなと思ってる思い残したことえー、思い残したことは特にないけどでもなんかもっとちゃんと二十歳を過ごしたかったなって思う <laughs> なんか二十歳ってなんかお酒のイメージなんですよ私的には。 でも私お酒全然飲まへんかったなと思いました <laughs> こんにちはえみんななんかキラキラとかいっぱい投げてくれてありがとう <laughs> ありがとう嬉しいそうなんかお酒のイメージやのになんか私はこの1年はお酒は1歳1歳じゃないごめん間違えたたまにあの一滴とかは飲んでたんですけど 私ほんまに弱くってお酒がだから全然飲めてないんですでも多分強くなれる気がせんからもういっかって感じそうありがとうございますえキきら星めっちゃいっぱいやってくれてるえレインボースターもありがとう45もと夜行きます待ってますねお仕事頑張ってください なんかさ今さ自分の服見てめっちゃ思ってんけどさなんかわちゃごなの衣装みたいじゃないこれ <laughs> わちゃごなみたいじゃないちょっと今思っちゃったあれ,これ私わちゃごなかな明日誕生日そうなんよちょっとわちゃごな感あらへんそんなことないハートありがとう <laughs> お姫様みたいえー、全然違いますよ 実はねすごく口が悪いです <laughs> 狙ってたいや狙ってたんかなお茶子の愛が強すぎて狙ってたんかな <laughs> こんにちはえでもなんかめっちゃ来てくれて私は嬉しい限りですこの配信は6時までなのでまた夜の11時半から開始しますねみんな起きとける なんかごちゃ普段から聞いてくださってる方やったら多分起きれると思うねんけどなんかさちょっと心配 <laughs> ちょっと心配かも大丈夫そうみんな起きとけるひまたぎしますけど寝たらすいませんえ悲しいももか一人で配信せなあかんってことももかそんなん耐えれるかな <laughs> こんにちは 耐えれるかなそんなん大丈夫かな着てください着 <laughs> てください絶対こんにちはこの服かわいいよななんか初めて来ました <laughs> お母さんになんか買ってもらって初めて来た かわいいえー、ありがとうあ私お渡し会か今日そっかまりなさんのお渡ししたいなされたいなかわいいありがとう全然そんなことないの、ね、ありがとうございます嬉しい朝までいや1時半までです <laughs> 1時半まででも結構長いなって思った私1時半まで大丈夫かなみんなっ <laughs> て一気にみんなにみんなを心配しました みんな起きとけるかなって <laughs> そう大丈夫かなって思ったけど <coughs> まあ大丈夫やんなって私は信じてるで <laughs> 大丈夫かな天使みたいえ悪魔ですよ <laughs> 私実は悪魔ですよこんにちは多分起きているかと。 あじゃあ一応桃佳の画面開いといてくださいじゃあ多分あの急に大声出し始めるんで <laughs> それであの目覚め目覚めてもらったら <laughs> 嬉しいもっちゃん服もかわいいえー、嘘、うほんまにありがとうありがとうそんなこと言ってもらって嬉しいですでも服はこれ初めて来ました お母さんに買ってもらったなんかあんまり私って肩出しし肩出ししとイメージないやんだからさちょっと肩出しが今新鮮なんですなんかちょっと新鮮味があらへんそう新鮮やなって思ってるこんにちはこれ初見さんってさ何人着てるとか分からへんの 可愛い服も持ってるんですねえももか可愛い服めっちゃありますよ全身みたいえやめた方がいいと思う <laughs> ちょっとねあのみんな絶望します全身見たら <laughs> ちょっとやめとくわな見せるのやめときます <laughs> ちょっとうなんやって初見ですホティートグループ研究して大好きマンえほんまに ここに入りたてほやほやの研究生の今日21歳になっちゃう女の子がいますよ <laughs> こんにちはひまたきはまりなさんの服着るのえ着たいなって今考えてるだからあの服着ようかなって思ってるそうでもまりなさんの服ってほんまに細いからさ私ちょっと破らへんか今心配かも <laughs> ちょっと心配大丈夫かな 今どんなんなんですか配信なんか今日さめっちゃ緊張しちゃってもんかなんかめっちゃお腹壊してたんですよ <laughs> ここだけの話緊張しすぎて緊張緊張お腹が痛くてやばかった <laughs> 悲しい えーでもなーほんまに破ったらどうしようって思ってる <laughs> 破ったらガチで笑えへんねんなえそうやで佐帆が来てんちょっと許さないです私言いましたあ許さないって言った あ、すごいな、めっちゃみんなしてる。可愛い,い、みんな。<laughs> なんか、すいません、ほんまに。許してあげて。え、許す、許す。そんな、もう許さへんかったら。可哀想なので、許しますよ、そりゃ。許しますた、ほ <laughs> あお渡しかい終わったそっかお渡し会やったんかねみんなどうでしたお渡し会の方は幸せでしたか真かもう29日と30日にあのお渡し会があるので是非皆さん来てください待ってますねそうお渡し会があるんです初めてお渡し会するの こんにちはありがとうございます。ありがとう。こんにちは。えめっちゃいろんな方来てくれる名前だけ覚えてください。あ名前だけじゃない名前だけでも覚えてください。<laughs> あありがとうございます。こんにちは。そう30日はえっとねももかピーナチャホの4人です <laughs>。ちょっと難しいよな名前。 ももかピーナッチャホの4人でお渡し会があるのではいぜひ来てくださいハートありがとうやってて可愛いえほんまにありがとうこんにちはももかピーナッチャホの4人です誰だと思いますかこの4人私がこれ考えました昨日の <laughs> 昨日の夜にももかピーナッチャホっていうユニットを考えました 誰やと思いますかこの四人あフォローありがとうね花火ありがとう嬉しいこんにちはなんかコメントが全然こうへんくて寂しいねんけど話すことないから無言でいいかなどうしよう <laughs> あえ待ってレインボースターありがとうめっちゃ嬉しいえシューウィズさんありがとういっぱい初見ですこんにちは奥村ももかですなんか超のぞいたくて今寒い何が何が私かい 何誕生日なの嬉しいっすよえ一緒にお祝いしようなお祝いしよう何かとなんかさちょっと待ってなんかさ NGT の39おやったやったそうやんなみんなだって平日の夕方やもんそれ忙しいわえねえねえねえなんかさめっちゃさ 言わせてもらうんですけど <laughs>、言,言わせてもらいますけどってなんかおかしいな言うんですけど、えっとね、N G T Four Eight のファンの方ってなんか八月二十八日生まれの方が結構多いイメージ。なんかね、モモカのモモカに実はモモカと同じ誕生日なんですよって言われて、でそれが四人ぐらいいまして。 そうだから NGT48 のファンの方ってもしかしたらあレインボーストーありがとうもしかしたら8月28日生まれが多いんかなって思った気のせいなんかななんか今までさ NGT 入るまでさあのおらへんかってん私の誕生日。 2月号あ全然違うな全然違うも句かわいいえありがとう嬉しいサンキュー <laughs> なんかめっちゃおる気がするなんか「え八8月28日ですか?」って聞いたら「そうです」って <laughs> なんかよう言われる気がするな気のせいなんかなやっぱりえほら同じ誕生日の人めっちゃおる じゃあ、みんな今日一緒に桃花とお祝いしよう。桃子は今日マリナさんの、あの、いただいたお洋服着るので。まあ、破らないように気をつけてきます。<laughs> そう、なんか多いんですよ。埴輪。埴輪の日が。そうそう。 あ、花火ありがとうえなんか初訪問めっちゃ多いやっぱ気になるんですか気になるんですか <laughs> え違うなんかそういうことじゃなくて <laughs> やっぱなんかイベントってなったら皆さんちょっと興味持つんですかねわかんないけど「クラッカーありがとうこんにちは」えありがとう拓蔵さんレインボースターめっちゃくれてるありがとう とりあえずやったら必ず行くね。え、ほんまに言いましたよ。それ聞きましたからね。これで来なかったら、もう私怒りますからね。<laughs> もう怒りますからね。わかりましたか。さすが小学校六年、スポーティーと興味津々。え、入りなよ。ももかがめっちゃ可愛がりますよ。あ <laughs>、ももか。ももか。そう、待った夜な。え、バイバーイ。 ありがとう頑張れ仕事えっモンカがかわいがりますよそんなのモンカは今ね赤ちゃんが本当に可愛いなって思ってて <laughs> 本当に私が可愛がりますあっあとさちょっとみんなにさ言いたかったことがあって昨日のなまりなさんの「ネクストなんちゃら」っていうあの「 取材のネット記事を見たんです寝る前にじゃあ私が相談した内容をそのままそのままそっくりと書いてくださっててでなんかそれをなんかね言われまりなさんもなんか昔に相談したらしくて柏木由紀さんにそうじゃあ <coughs> ユキリンさんもなんかまりなさんが言ってくださった言葉を言ってくださってなんか受け継がれててその記事を見てももちゃんももかの可愛がりどういういこと <laughs> そうなんか相談が相談の回答って言うんですかえなんて言ったらいいんやろフォローありがとうございます。 なんか受け継がれてる感じがしててなんかすごい嬉しかったですあれを見てそうしかも私は本当にあの相談を受けてから頑張ろうと思って自主練も頑張ったしいろいろ頑張ったんです <laughs> 自分で言うんですけど <laughs> はい自分で言わせてもらうんですけどいろいろ頑張ったんですだからまりなさんの マナさんに相談してほんまに良かったなーって思いましたこんにちはそう最初はね3列目の一番端っこ序列が一番下でしたまだまだこれから何が起こるか分かりませんけどでももっと頑張ろうと思うしこんにちはそうえそう本当にそうだから相談して良かったなと思ったし まりなんかマリナさんもあそんな思いしてたんやなってなったしもうあの記事を見て桃カは昨日の夜泣いてはないんですけどあの涙が目に浮かびましたあっ誰もありがとうございますそうね感動した桃カも「まりなさん大好き!」 っていう気持ち私もうマリナさんが私は先輩でよかったなって思う後で記事読んでみるえそこは泣いたでよくねあって嘘つくのはあかんもん <laughs> 嘘つくのはダメなので私はいつも正直に生きてますこんにちは <laughs> 正直すぎるるよなかかる,分かる <laughs> ありがとう, <laughs> うわなんかいっぱいみんな送ってくれてありがとうございますなんか本当になんかねオーディさっきえほんまに嬉しいありがとうなんか緊張してるって言われたけど全然緊張まあ私は緊張したけどなんかそんなあれやったで。 ほんのいつも通りの桃かやったでこんにちはなんで私が最初なんですかねびっくりしたうんでもやっぱり同じ分頑張っててうんもまあ、それはね <laughs> もしかしたら私もね 言っちゃう、か言っちゃうとこだったかもしれないもがきたありがとうございますあ、フォローありがとうこんにちは、ありがとうすごい、めっちゃ来てくれてるこんにちはそう、だからみんな見てほしいかもマリナさんの記事仕事で遅刻ごめんえ、全然いいで、お疲れ様こんにちは ありがとうございます金魚ありがとうでもなんか話すことないのないよなシンプルになんか企画で考えればよかってんけど初めての配信やからなんか話すことがない <laughs> どうしたらいい <laughs> 何話してほしいですか分からん何話そっかな 今日メイクいつもと違うんですけど気づきました雑談 <laughs> え雑談かうん雑談ね別に私雑談できるような,なんか話持ってないんですよあれこれさ自己紹介 <laughs> えー、自己紹介しますえそうやろ 今日めっちゃ垂れ目ね引いたそうなかなか大変な戦いになりそうやねえ絶対なるでしょう <laughs> 絶対なるでしょう, <laughs> う <laughs> STU さん しかもさ前までやったらさ研究生だけのさオーディションやったやんだけど今回はさ48グループ全体やからさちょっとドキドキですねどうなるか分からんから <laughs> ハートありがとね でもね無理はしないでくださいね <laughs> なんか無理して私のこと嫌いにならないでくださいね <laughs> もう悲しいのでそんなんこんにちは <coughs> めっちゃ暑い今日なんか、ね、どんだけ温度下げても暑いんです なんかめっちゃ口周りにニキビニキビが大量にできてて今今日の朝間違えて潰しちゃったんですだから口の上になんかめっちゃなんかグロめなグロめな赤いなんかがあるんですけどマジで嫌この子のせいで結構変わります印象が。 やばいめっちゃのど痛いい助けてコウナイ大丈夫えコウナイは今全然何もない今ニキビが大量にあるんから絶対睡眠なんですよあ花火ありがとうこんにちは待って話せないようないからさ5時半に配信切ってさ <laughs> なんか 8時8時から30分しようかなって思い始めたなんか「えありがとうございます」レイ言いましえなんかケーキ買いに行こうかなって今思ってきた <laughs> えっどっちの方がいいと思いますかなんかケーキ買いに行きたいなって <laughs> 思ってきたいやでもケーキケーキ でないかえそうケーキ欲しいなって思ってきたケーキ屋さんって多分閉まるやんなもうちょっとちょっと迷うな金魚ありがとう迷うなそう夜人集まりやすいからさこれ配信これ 30分十分で一旦切ろうかなどうしようでもう一回どうしよう8時ぐらいから始めようかなって思ったり「えどうですかみんなシャトレーゼなんかあるんですかこの辺」え「えどうしましょうどう思う?」いやでもちょっと歩くのしんどいな <laughs>。 ちょっとあがままなんで私、ちょっと悩むな。ほんまに集まってくれる。ほんまに。じゃあ、配信切りますね。団長読みます。<laughs> じゃあ、八時から三十分します。十三位のりさん、ありがとうございます。十二位ブルーさん、ありがとうございます。 十一松さんありがとうございます。十一位カウモイフさんありがとうございます。九位チュルギさんありがとうございます。八位大将さんありがとうございます。七位まみまみさんありがとうございます。六位お金持ち先生さんありがとうございます。五位ふわふわさんありがとうございます。四位グリントィさんありがとうございます。三位シューウィズさんありがとうございます。二位卓蔵さんありがとうございます。一位がタムムさんタムありがとうございました。 超のどガラガラはい皆さんありがとうございましたでは8時から配信始めますので皆さんさよならすいません急に変わっちゃって話すことがなくなっちゃってケーキ買ってきますバイバイ。